今回は鹿児島の超ディープスポットで飲み歩きしてきました。なんと飲み放題とコースで2,000円、驚異の激安です。それでは行きましょう。今回行ったのは市役所の近くのあかねというお店です。冬場はイルミネーションしててとっても綺麗ですね。まあこの辺にあります。なんかディープな空間が広がっています。やっぱり名山ってこんな感じなんですよね。はい、あかねに到着しました。見た目でわかるディープさ。今回は2000円のコースで楽しみました。ビールがめちゃくちゃ冷たいですよ。このメニュー表の上にあるおすすめコースってやつですね。見てください、凍ってます。乾杯。それでは行きましょう。グビ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 、ぷはー、美味しいです。はい、来ました。まずはおでん、しみしみでいいですよ。結構この量も多いですよね。2人で行ってこの量なので、まあ、結構ありますよね。美味しかったです。これがうまいの指差し。そしてビールも飲みながらいただきましたね。結構おでんと一緒にお酒飲むのって美味しいですよね。でちくわもいただきました。ちくわもうまいですね。なんかこう寒い日にこうおでんをこうってやりながらこう酒つまむのがいいですね。はい、次に2品目と言いますが、この一皿で3品分賄ってる感じですね。まあ、ポテサラもドレッシングかかってて美味しかったし、揚げ餃子も美味しかったっすね。でまあ普通に枝豆と、で今の段階で4品出てきたわけですね。この2000円のコースは7品だったかな。でこれが、軟骨です。これは、まあ、若干、まあ、僕的には味は薄めな感じはしましたが、まずまず。でこれ僕めっちゃ好きでしたね。あの豚肉焼いたやつとポテトっていう。でここの飲み放題焼酎がいいんですよね。あのこれボトルで出てくるんですよ、飲み放題。黒霧が、あ黒霧じゃない、あ黒いさですね、間違えちゃいけないやつで、手羽が出てきて、手羽先、はいはいはい、まあ胡椒もしっかりついてて、まあこれもまあまあまず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 な感じで、はい。やっぱりなんか焼酎いいっすよね。なんか、多分飲む人だったら、これ結構もうボトルいっちゃうぐらいだと思うんで、めちゃコスパいい。はい。で、これ、2人で4,000円払って、おしまいということですね。すいません。ポテト残してました。で、二次会へ移動。二次会は兵六に行ってきました。もう飲みすぎてきつかったんで、もう軽くですね、もずくとお茶漬けとね、まあボトルはまあ入れてたのでそれを飲みました。なんかお腹いっぱいで苦しくなって、もずくとかこう食べるのいいっすね。なんか今までやったことなかったけど、でお茶漬けなんかたまんなくないですか。このお腹がしんどいし、もうマジで酔っ払ってる中にこのね、いいですよね、お茶漬けすすりながら、いやー喜びのグー。はい。で次行ったのはのり市です。のりじゃないですよ。まあこれまああの普通に近くのとこっす。ラーメンと卵かけご飯で、すいません汚くて。なんかこれも締めで行ったんですけど、まあビールも頼みましたね。やばいっす、これマジで。なんか今までちょっと行ったことなかったんですよ。のり市。なんか醤油ベースん、だけど、なんか、やたらめったら美味しかった。で、ちょっとまあ胡椒も入れて、なんかラーメン屋さんで、この、何、麺すすりながら、あの卵かけご飯をかっこむっていうのも経験したことがなかったんで、
いやー、うまい。うますぎる、うますぎる。なんか脳みそとろけそうな感じだった。いや、もうなんか苦しいんですよね、もう。だってさっきお茶漬け食ってんのに卵かけご飯食ってますからね。どんだけ食うねんっていう、つかどんだけ飲み歩いてんねんっていう話ですね。で、まあ麺もしっかりめでね、はい、食い切ってます。もうなんか汁も多分何簡易したんじゃないですか、これもう多分。なんか安く飲もう安く飲もうって思って安い店行くのに結局2次会3次会行っちゃうから金かかるっていうのがいつものうちですね。いや、本当にちょっと飲みすぎてるから、なんかの家飲み動画出そうかな。うん、はい、汁まで行っちゃいました。で、帰りはなんかスーパーで、はい、買い物して、で、なんかしかもコンビニでもなんか唐揚げ買って、あのいつもの飲み方ですね、これ。あのコンビニ、ローソンに売ってるあの氷のやつにあのストロングゼロを入れて、それストローですするというのが僕の一番のおすすめです。